どうも皆さん、こんにちは、ほーでーす。今回は地元の子供たちがトレバーさんの家にやってきました。おー、すげー、来てるぞ。めちゃくちゃちっちゃいな。シミオンと背を比べてみたぞ。全然違う。君が一番小さいね。一体何歳なんだ君は。僕3歳3歳児なのに革靴履いちゃってるよ。すげーな。見てくれ、真ん中の黄色い T シャツの人めちゃくちゃでけーぞ。僕小学1年生なんだよね。ということで今回はね、この子たちのために超レアな乗り物を集めていきたいと思います。すごいものが見つかったぞ。早速探しに行ってくれ。それじゃジョニー君と一緒に探しに行きますか。ちょっと待って、まず1台目なんだけどめちゃくちゃ遠いぞ。街の方まで行かないといけない。それじゃあぶっ飛ばしていきますよ。出発進行。今回のレア車はね、今まで登場したことがないやつばっかりだよ。そしてこの超かっこいいピックアップトラックは前回の動画で集めたので、見てない人はねぜひ見てほしいと思います。さあ、そしてついに着いたぞ。ここの辺りだね。ここから入ったらいいのかな。おー、扉が開いたぞ。それじゃあ侵入開始。さあ、そしてレア車はどこにあるんでしょうか。こっちの右側の方だね。特に何もないんだけど、レア車がこの辺りのはずなんだけど。よし、じゃあジョニー君降りて探しに行こう。おーい、レア車。すいません、ちょっとここら辺に車があるって聞いたんですけど。なんだてめえ、ぶっ飛ばすぞ。やっちまうぜ。ちょっと待って、やべえ、ジョニー君戦ってくれ。そっちの人と僕はこっちやるぞ。さあ来るの、よし、いけい。さあ来なさい来なさい来なさい。おー、いてえ、殴られた。どんどん。さあとどめだ。よーし、倒した。やったねー。あれ、もう一人の人は逃げていってるねー。やったねー、ジョニー君。さあ、そして、こっち側見てみようかなー。おー、すっげー、なんだこれ。段ボールで作られた車だぞ。こんなの見たことねー。これ、雨降っちゃったらもう終わりでしょ。びしょ濡れになっちゃった。見てくれ、全部段ボールで作られてるぞ。テープ貼って補強してるね。すごいぞ、これ動くのか。マジで、ハンドルまで段ボールなんだけど、これは怖すぎる。これ完全に扉とか椅子も段ボールだし、すごすぎるな、マジで。タイヤは段ボールじゃないのは良かったよ。さあ、扉を開けて、さあ、エンジンつくのかな。うわー、すげえぞ、これ。あれ、マジか、めちゃくちゃ速そうだな、これ。とんでもないエンジンついてるぞ、絶対。それじゃあ、早速、出発してみまーす。行くよー。おー、はいえー、ありえないでしょ。段ボールの車で70キロ出てるぞ。よーし、なんとか出られたー。行くぜー。100キロ出たー。ダンボールか、100キロ出るってすごー。そしてなんかへっこんでるんだけど、ダンボール一部。おー、めっちゃスピード出る。150キロー。すんげーな、このダンボールか。やべー、ぶつかっちゃったー。相手の車かなり破壊することができたね。こっちめちゃくちゃ頑丈だな。全然壊れてないぞ。ヘッドライトとかもついてないんだね。よーし、やったぜー。それじゃあ帰りますか。出発行くぜーすーげー。この段ボールのハンドル手汗でふにゃふにゃになっちゃわないのか、そこが心配だけど、そこらの車より全然性能がいいわ。製作コストもめちゃくちゃ安そう。ただちょっと怖いのはエンジンの熱でこの段ボールが燃えてしまわないかどうか、そこが心配。なんとかして早くお家に着きたい。よーし、到着。子供たち喜ぶんじゃない。みんな見てくれ。夏休みの自由研究終わってない人、これ持っていったらいいよ。自由研究でこんなの持ってきたらびっくりだよ。到着。シミオンが一番驚いてたね。さあ、どうだいこれ。すげえ、来年の自由研究で持っていこうと。喜んでくれてよかったよ。それじゃあ2台目のレア車探しに行きますか。次はどんなんだろうね。ザ・ロストのギャングのところにレアなバイクが入荷したみたい。よし、それをもらっちゃいますか。着いたぞ。なんか燃えてるね、車が。一体どういうこと。大丈夫。さあ入りまーす。こんにちは皆さん、いますかね。お、いないんじゃない。ちょうどなんか誰もいないね。よし、それじゃあジョニー君早速行きますか。さあ、どこなんだろうね。この近くにあるはずだ。普段はここギャングのアジトなんで誰かいるはずなんだけど、今回誰もいないからめちゃくちゃ珍しいぞ。ここにあるのかな。おお、すっげえ。
めちゃくちゃでけえぞこれ。なんだこれ、これはめちゃくちゃレアすぎる。なぜかわからないけどタイヤが3つもついてるぞ前に。こんなバイク世界初だぞタイヤが2つついてるのはわかるんだけど、タイヤが3つとかあるのか。すごくないこれ。おーやべ、タイヤでかすぎだし、しかも半端じゃないぞ。いくぜー、おーかっこいいてかジョニー君どこ乗ってんの。お尻が燃えちゃいそうだぞそこ乗ってたら。大丈夫なの。ちゃんとタイヤ全部動いてるぞ。真ん中も動いてるし左右のやつも動いてるし、すごいなこのタイヤ。やべ、撃ってきてる撃ってきてる。いけいーいけいーいけいー全然効果なかった。さあどれぐらいスピードが出るんでしょうか。めっちゃスピード出てる。速っ。運転は別に普通だね。ひっくり返らず運転できそう。おお、すげえ。なんかめちゃくちゃ不安定に見えるんだけどね。前のタイヤがでかすぎる。後ろのタイヤちっちゃいのに。これでも一応小回りは割と効くぞ。すごくない？こんな感じで。おお、すごいな。ジョニー君大丈夫か？お尻燃えない？そして124キロか。これが最高速度みたいだね。おお、かっこいい。怖い。これも上がるときがめちゃくちゃ怖いんだけど。めちゃくちゃいかついね。こんなバイク乗ってる人いないぞ。みんな見てくれ、この三輪バイクはやばいでしょ。これなんて言うんだろう、四輪バイクっていうのかなこんなのレアすぎる。いくぜ、この坂も登っていける。めちゃくちゃ馬力あるな。わやば、やっべ落ちちゃったよ。よーし、もう一回登ってきたぞ。ついに着いた。よし到着。うおーすげー、明日からこのバイクで通学する。さすがに翔一がこのバイク乗ってたら驚くよ。めちゃくちゃ喜んでくれたね。そりゃよかったよ。じゃあ最後のレア車探しに行きますか。最後の乗り物はどうやら警察署の方にあるみたいだ。じゃあ車はこの辺りに止めておこうかな。よし、それじゃあジョニー君探しに行こう。ここから見ると何もないんだけど、どうやら屋上に隠されてるみたいだね。さあどうやって侵入していくかっていうのを考えなければいけません。ああ、こんなところに見張りがいるね。警察署に用があるように見せかけて、こんにちは、ちょっと警察署に用があって来ました。一体何でしょうか。ですね、これです。わー、バレた。うわー、倒せー。よしさすが警察官だ。まさかの反撃が早かったねでもなんとか倒したぞ。手配でもついてないぞ。よし、バレずに倒せたのでよしです。それじゃあこっから行ってー、こっからね屋上に行くことができるんだよね。さあジョニー君行くぜ。確かこっから登れるよね。よし、いいぞ。さあ上に行きますか。やっべー、バレてる。来てる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 うわー、どうしよう。上にもいるぞ。どうするんだこれ。やべ、あー、よし、いいぞいいぞ、いい感じだ。よし、いけいけいけ、今のうちだ今のうちだよし、早く早く早く、登って登って登って、あの侵入者をなんとかしろ。やばいやばい、登ってきてる登ってきてる。まずいぞまずいぞまずいぞ。トレバーさん、さあそして一番上に着きました。おお、なんだこれ、こんなの見たことない。どうやって登るんだ。これ乗ることができんのか。おお、すげえ、乗れたぞ。え、マジか。あー、動き始めたすげえぞ。やばやば、来てる来てる来てる。急げトレバーさん、早く早く早く。まずい、手配度2になってしまったぞ。なんてことだ。急げ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 、ヘリコプターになってるんだこれ。うおーこんなヘリコプター見たことがないぞ。めちゃくちゃ眺めがいいね。ただちょっとね、何も囲いとかないからね、なんか吹っ飛んでいきそうだもんね。なんかこれ魔法の絨毯みたいな感じだよねなんとかやりましたよ。ちょっと待ってくれ、ジョニー君はどうなったんだ。無事に手配度は消えてくれたので、それはよしです。さあジョニー君乗ってくれ。どうやって乗るのかわかんないけど、うおー、大丈夫なのそれ。あ、乗れた重なっちゃってるよ。そうなるの。行くぜ、出発。それじゃあ帰りますか。おー、ジョニー君の口が見えるんだけどこんな特殊なヘリコプターないぞ他には。おーい、みんな見てくれ子供に操縦できんのかこんなやつ。到着したぞ。巨大すぎてちょっと家の中に入らない感じなんだけど、大丈夫か。あ、やばいやばい、木が倒れちゃう。おーい、みんな見てくれ、とんでもねえぞこれは。よし、やったー、よかった、なんとか。
なんとか降りることができたぞ。うん、面白いね。やったーやったー、最高ー。すーげー、めちゃくちゃ喜んでくれた。この子もめっちゃ喜んでくれてるぞ。皆さんはどの乗り物が一番お好きでしょうか？今回のはどれもレアすぎる。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また会いましょう。さよなら、バイバーイ。